はい。フリーライターの今一生です。このチャンネルはですね、子供を守ろうという趣旨で撮っていますけれども、子供というのは社会の中で一番弱い存在なんだけれども、少なくとも日本ではですね、弱い立場、弱い存在の方がバッシングされやすいわけです。弱さゆえにということですね。だその意味で言うと、子供はもちろんのこと、女性もバッシングされやすいんですね。で、今日はですね、ダウンタウンの松本さん、ね、松本人志さんのスキャンダルをまず紐解きながら、ガスライティングって言葉をみんなで学びましょう。ね、時事的なニュースを踏まえて、ちょっとずつみんなで賢くなりましょう。ということで、ちょっと記事を読んでいきます。1月10日のスポニチの記事ですね。松本人志9点。1月14日のオンエアのワイドなショーには出演せず、フジテレビは総合的な判断だと。で、読んでみるとね、ダウンタウンの松本人志が、60歳ですよね、もうね。自分の X で出演すると投稿していた14日放送のフジテレビワイドなショー日曜午前10時に急転出演しないことが分かった。フジテレビはこの日、スポニチの取材に総合的な判断として松本の出演がなくなったとした。フジテレビと吉本興業が、協議して決めたと。活動休止が発表された直後の8日、松本は事実無根なので戦います。それも含めワイドなショー出ますと自身の SNS に投稿。こういうのをさ、見るだけで僕は嫌な気持ちになりますよ。戦いますとかさ、出ますとかって、被害の女性がいるっていう報道なので、あんまりおちゃらかしな向き合い方っていうのは、その時点でマイナスイメージをわざわざ呼び込むことになりますよね。記事に戻ろう。さらに9日午後4時頃に SNS を更新し、ワイドなショー出演は休業前のファンの皆さん、いないかもしれんが、へのご挨拶のため、顔見せ程度ですよと発言に注目する人々へ牽制するように投稿していた。フジテレビも14日放送に松本が出演すると発表。カメラの前で語るのはこれが最後の機会になると見られ、発言に注目が集まっていたが、一転14日の出演は見送られた。松本は昨年3月限りでコメンテーターを務めていたワイドなショーを降板していた。ね、昨年3月限りで降板はしていたと。松本に関しては、昨年12月27日発売の週刊文春で、松本が2015年に都内のホテルで開かれた飲み会で、複数の女性を強要したと報じ、同日に吉本興業が事実無根であると報道を否定、法的措置を検討するなどとしていた。一方で松本は報道を受け、裁判に注力するとして活動休止を吉本興業に打診。週刊文春に対する名誉毀損訴訟は個人で提起する方針で、関係者は打ち合わせをするなど訴訟に向けて準備を進めているようですと話していると。また、週刊文春は、10日発売号に松本に関する続報記事を掲載。今回は、2015年から19年に福岡や大阪で同様のことがあったとして取り上げていると。こういう記事なんだけれども、松本人志だけじゃないけど、顔と名前が売れて、人前に出てて発言する、そういうお仕事をしている方っていうのは、片方で匿名でしか被害を訴えることができない存在っていうものと、パワーバランスがどうしても出てくるんだよねって話なわけ。何を言ってるかっていうと、発言力、つまり声が大きい、有名人と、ね、本当は事実を言っているのに、匿名でしか語れないっていう被害者。なぜかって言ったら、自分は別に有名人でも何でもない、ただの被害者だから、被害者としては、人前にね、出たくはないわけだよ。そりゃそうだよね。誰だってそうだよ。どんな被害でもそうかもしれない。だからそれはさ、別に悪いことしてないんだから人前に出ればいいじゃんなんて思う人もいるかもしれないけれど、じゃあ例えばね、あなたが男の人で、ジャニー喜多川っていう人に強制的にお尻を貸せと言われて被害者になりましたと。った時に、被害者だからといって人前に出やすいですかね。やっぱり出にくいよね。だから被害っていうのは、匿名性で、訴えるしかない部分ってあるし、裁判でも、ついたてを置いてね、被害者の、まあ、顔を隠したりするってことも実際行われたりしてます。で、大事なことは、これほど知名度とか、まあ、経済力ももちろん松本人志の方が圧倒的にすごいと思うけれど、普通の一般市民の匿名の被害者とのパワーバランス、つまり力関係がここまでひどく離れていると、発言したやつが勝ちになりかねない。つまり発言力があるってことは、イメージを自分でつけることができるから、俺は真っ白だぞと何も悪いことないぞっていう空気を先に作ることができちゃうわけだよね。そのこと自体が僕は卑劣な感じがします。つまりパワーバランスを理解していないってことですよ。で、今日学ぶべきことは、こういうことにはね、いろんな危険性が伴うんだと。つまり、訴訟沙汰になるかもしれないっていう案件に関しては、片方で発言力のある人が自分に都合のいい文脈を先に持ってしまう。つまり、力が強いがゆえにそれができてしまう。でも、全く知名度もなければ匿名だって言われちゃうと、こっちの方はもう立場がない。非常に無力化させられてしまう。この力関係の恐ろしさっていうのを、ちょっと別のファクターから検証したいと思う。で、現代ビジネスが1月9日に載せたオンライン記事で、こういうのがあるんだよね。あなたや孫のためと親が子育てに過干渉。精神科医が語るバウンダリーの危険っていう記事です。ね、ゆっくり読んでみよう。年末年始、親や家族と会うことに対し、面倒。やっぱり会わなきゃよかったと感じた人は少なくないのではないだろうか。SNS でも会うたび考え方の違いでいさかいが起きてしまう。子供や夫のことはあれが悪い、これが悪い指摘ばかりでうんざりしてる。30歳過ぎても自分の支配下に置く親が苦手で正月休みも帰らないといったコメントが並んだ。そう、親子関係も親が一方的に経済的にも腕力でもあるいは権利意識的でも圧倒的に強くて、子供は弱い立場なんだよね。恐ろしいことにね。で、今回、アメリカ・ハーバード大学に勤務する小児精神科医であり、ソーシャルジャスティス、小児精神科医、社会を見るの著者である宇治田舞さんのところに、3歳の息子を持つ女性、A子さん30代後半から、親に関する悩み相談が寄せられた。実の両親から、孫の発達の遅れを過剰なまでに指摘され、発達障害の治療をなぜ早期に行わないのかと強く責め立てられたことに悩んでいるというと。ケースは違えど、過干渉すぎたり、絶対にこうでなければならないという決めつけのような意見を向けられ、親子関係に悩んでいる人は少なくありません。ね、A子さんに許諾をいただき、この問題を記事にさせていただくことにしましたと内田さんは言います。まあね、ちょっとアメリカと違って日本ではね、民法上、未成年の子供は、まあ、親の、まあ、奴隷のように扱われていいというふうな民法になっちゃってるわけ。ね、成年に達しないものは、ね、父母の親権に服するっていうね、服するって一方的に従うって意味だからね。そんな民法、終戦直後に作られた民法を未だに改正しないっていうのがこの日本ですよ。で、ちょっと記事に戻ります。A子さんは現在30代後半で3歳の息子さんを育てていらっしゃいます。1年半ぐらい前から実母の息子さんの発達が遅い、絶対に障害があると執拗に指摘され、自分で息子の診断や治療が必要だと感じたら専門家に相談するからその件については言わないでと伝えても、心配で仕方ないと話をやめてくれなかったことに、A子さんは傷つき悩んでいました。こういう親御さん、実は少なくないと思いますよ。最終的には A 子さんの自身の判断で専門家に相談し、早期介入を始めたのですが、その後早期介入の結果だったのか、息子さん自身の成長が進んだからなのか、不安な点はなくなってきたといいます。その状況にも A 子さんは親御さんから、私が警鐘を鳴らしたから動いたんだろうとまるで自分のものというような支配的な言葉をかけられます。これは耐え難い辛いものだったと思います。仮に親御さんの継承が役に立ったとしても、そんな言葉をかけられたら、私がどれだけ子育てに頑張ったか大変だったか、まるで分かってないんだと傷ついてしまいますよねと。ここで大事なのは誰が正解だったではないんです。はい。で、バウンダリーという言葉を知ってますかと。直訳すると境界線ですが、自分と他人あるいは私の世界にここまであなたは入ってきてもいいけど、ここからはダメという境界線のことを意味して使われます。例えば友人との会話の中で私の個人的な経験や思いについて、ここまでは話すけどここからは話したくないという境界線もあるでしょう。また一緒に時間は過ごすのは楽しいけど、いつでもどこでも一緒にいたいというわけではないので、距離も必要という境界線もあります。ね、あるいは恋愛関係の中で、キスはいいけどそれ以上嫌だ。ね、マンションまで送ってもらったのはありがたいけど、部屋には入ってほしくないという境界線もあります。ね、他者だとこのように境界線を作ることは比較的簡単なのですが、これが親子となると、こういったバウンダリー、境界線がうやむやになってしまうことが多くなります。まあ、これね、親子の話をしているけれども、実際にはさ、例えば有名人と無名人でもいいよ。あるいは、芸能プロダクションとタレントでもいいんだよ。なんでかって言ったら、この境界線をうやむやに従うのは強い側の立場の人だから。ね。で、記事に戻るよ。でも、親と子も別個体です。別の人間ですと。違う性格、違う特技や違う欠点を持って生まれてきて、違う時代や違う環境で育った別々の人間です。だからどんなに近い関係の親子であってもバウンダリーが存在し、もしどちらかがここまででこの話はストップしてほしい。ここから私に選択させてほしい。今は少し考えさせてほしい。私なりのルールを知ってほしいし、そのルールで生活させてほしいという境界線があって当然なんです。わかりますか？つまり、力の強い側の親だったりね、あるいは有名人だったり、あるいは、芸能のマネジメント側だったりっていう、あるいは学校の先生でもいいよ。つまり、そのように立場の強い人間が境界線を弱い人が引いてる境界線を配慮しないというのは、そのこと自体が暴力なんだよって話をしてるわけ。ここではね。虐待や危険が伴うシチュエーションでは、例外的にバウンダリーを超えて他者が介入する必要があることもありますが、A子さんの場合、もうこの話はやめてほしいと両親にお願いしたのであれば、親御さんはそのバウンダリーに対してリスペクトすべきだったと感じますと。要するに子供側が、娘側が言った、ね、もうやめてっていうさ、ね、境界線に対して、その選択をリスペクトすべき、ね、ちゃんと配慮すべき、尊敬すべきだったと感じますと。でも育ててあげたんだから、お金を払っているから、あなたのためを思ってという理由で、親が子供のバウンダリーを無視する例もあります。ね。それいっぱいあるよ、日本では。で、それが当たり前に育っちゃうと、今度は自分が強い立場になったときに、ね、売れない芸人だったらさ、ね、誰かを支配することはできないけど、自分が有名になってお金持ちになって、ね、業界でもさ、力を発揮できるような、ものすごく強い立場に、ポジションにいる場合は、当然だけど、平気で弱い人の境界線を、ぶち破れるわけだよね。そのこと自体が暴力だって何度も言っとくよ、今日は。しかし、アメリカ体操連盟で起きた、コーチからのアスリートのギャもそうですし、昨年問題が露呈したジャニー喜多川による、ね、性加害事件もしかり、仕事のパワハラなどの場合と同じように、どんなに恩があっても感謝の思いを伝えることは大切だけれども、その恩を逆手に取ったり、利用してバウンダリーを超えることはあってはなりませんって書いてあるわけ。個人としてのバウンダリーと人生における選択の自己決定権は、あらゆる人間関係で尊重されるべきものなのですと。ね、これは親御さんに専門知識があったとしても同じですと。内科医の親が食事や体型について常に指導してくるので、自尊心を高く持てなくなった。教師である親が私の子の教育にダメ出しばかりでうんざりという話もよく聞きます。たとえ専門家であったとしても、バウンダリーは超えてはいけません。ね、どんなに専門知識自体が正しかったとしても、その専門知識を元にした指示やコメントがその人が必要としていることではないこともあるんです。そういうことだよね。まあ、特に男女関係の場合さ、男は腕力があるわけだよ。女性と比べてね。だからそれだけで怖がられてる部分ってすごくあるのに、松本人志っていう名前が出ちゃうと、もう芸能界で力を持ってるんだろう、お金もあるだろうね、立場も上だなって思ったら、素人の女性たちは、怖いなって普通に会う前から思うわけだよね。っていうことに、あらかじめ了解がね、男側になかったら、もうそのこと時点でさ、ああ、もう最初からもう女性を見下ろしてるんだなっていうことなんですよ。ね、ちょっと記事に戻ります。どんなに線を引いても、ね、バウンダリー、境界線の中に入ってくる人とは安心して過ごすことができないのは当たり前です。いつどんなことでバウンダリーを超えてくるかわからない不安を抱える関係性には緊張感が生まれます。その通りです。ね、例えばあなたのお家に、ね、なんか友達が来たとしましょう。それであなたが例えば女性でね、友達が、ね、男女何人かで来たときに、あなたの寝室のベッドにいきなりさ、ね、その友達の男みたいな人がさ、いきなりあなたのベッドにさ、寝そべってたら、なんで私の自宅のこのベッドにいてね、であなた入ってくんのよっていう気持ちになりませんかね。でもそういう人いますよね。本当にそれだと、もう誰も、ね、自分の部屋に入れたくなくなるじゃん。ね。だからここにはね、今言ったように、いつどんなことでバウンダリーを超えてくるかわからない不安を抱える関係性には緊張感が生まれます。そうですよ。しかもバウンダリーを超えてくる不快感を声にして気持ちを伝えても、親の場合、実の親と距離を取ろうとするなんてっていうなじられたり、境界線を作るあなたの方が悪いって言われたり、親なのに何も言うなということというふうに反撃されることもあるでしょう。この反撃のことを心理学でも使われる言葉ですが、ガスライティングと呼びます。ね、ガスライティングって言葉を覚えておこう。もう一回ちょっとみんなが理解できるようにもう一回言うよ。ね、親の場合、実の親と距離を取ろうとするなんてっていうふうに迫ってきたり、ね、境界線を作るあなたの方が悪いとっていうふうにね、なじってきたり、親なのに何も言うなということっていうふうにね、親の権威をね、なんていうかな、ないがしろすると怒り始めたり、ね、そういうふうな反撃を受ける。この反撃のことをガスライティングっていうの。で、ガスライティングは被害者が嫌な思いをしているのは被害者のせいであると錯覚させられる心理操作です。そうなのよ。ね、自分が被害者なのに被害者の方が悪いかのように錯覚させられる心理操作のことをガスライティングっていうんでね。で、虐待や、DV などの加害者が頻繁に使う、手法ですと。ね、議論しても解決しないどころかすっきりしない罪悪感と怒りを抱えることにもありますと。本来は何も言わないでほしいのではなく、何かを言ったらその後はこちらの思いや判断に任せてほしい。そしてその判断はあなたのものとは違うかもしれないということなのに、ニュアンスを無視し、あるかないかの二択に単純化された議論を差し出されることもあるでしょう。ね、こういった状況が重なると、親であってもね、どんなに感謝や敬意の思いがある相手であっても、関わりを持ちたくないと思ってしまうものです。はい、ここまで読んでみたら、ね、やっぱり松本人志は、ね、今まで彼の、X の発言とかを聞いて見てると、ね、訴訟沙汰になるぐらいの、あるかないかの二択に単純化された話を彼自身が振ってるよね。ないよと。そんなことはなかったっていうふうにね。だから、結局力が強いもの、発言力があったり、お金があったりね、立場的に強い人が二択の中で自分の潔白を喋り始めるっていうあたりからして、これは非常に暴力の匂いを感じるわけですよ。記事に戻ります。また、親というのは何歳になっても自分は子供にとって一番いいことが選択できる、分かってると勘違いしてしまうところがあります。親というのは子供への愛が強いあまり、起きていない心配まで勝手に予知し、様々な不安を感じるものです。だからついつい様々な指図を出してしまうのかもしれません。しかし、実際は育児のことだけでなく、結婚相手のこと、仕事のこと、食事のことも結局何が子供にとって良いことなのか、つまりどんな判断がお子さんにとって幸せにつながるかは、親であってもわからないことの方が圧倒的に多いのですと。そりゃそうだよね。だって子供との年齢差って20年以上、下手すると30年以上あるわけでしょ。ね、自分の時代とは違うわけだからさ。で、この内田真礼さんも、私も現在個性が強い3人の子供たちを育てていますと。その中で子供のために一番いいことはわからないという謙虚さを持つよう努力しています。例えば私がこれすごく美味しいと思うよといった食べ物も僕には美味しくないと、僕にはという言葉をつけて答える息子たちを見て、私とこの子たちの味覚は違うのだと気づくことがあります。そう、子供の頃の味覚と大人の味覚全然違うからね、実際ね。ビールはただの苦い水ですよ。子供のところはさ、ね、こういうこといっぱいあるじゃん。ね、辛さだってさ、子供の頃は本当に辛かったけれど、大人になってくると、キムチは別にそんな辛くないなとかさ、分かってくるんだけど、それぐらいさ、子供と大人のまず、感覚の違いっていうのはあらかじめあるんだけど、それに気がつかないで、これ美味しいから食べなさいっていう親って実際多いよね。で、こういった些細な日常のことから、私ならこうするなといった提案よりも、ずっといい案を子供が考えついて実行することもあります。そんな感動から、私と息子たちは違う。そして息子にとっての幸せにつながっていけば、彼らの判断が私と違っても良くて当然なんだと思えるようになってきました。ね、これが親として成長するって意味だよね。また、任せてみたけど、子供の判断が間違っていたというシチュエーションももちろんあります。そんな時も失敗に向き合うのは子供たちです。親として子供が失敗するかもしれない、傷つく姿を見ることになるかもしれないと考えることは怖くて仕方がないかもしれません。ですが、それでも親として子供がきっと失敗にも向き合えるはずだと信頼する勇気、そして失敗した後で、相談に来れるような関係性こそが親子関係の中で育てるべきものだと感じますと。すごく大事なこと言ってるよね。ね、失敗にも向き合えるはずだと信頼する勇気。ね、そして失敗した後に相談に来れるような関係性。ね、これもさ、ジャニーズ問題を思い浮かべれば、ね、失敗に向き合える、はずだという信頼する勇気をもし出したら、下手すると対処させられたりするわけだよね。しかもさ、相談に来れるような関係性が育まれていたら、スマップ解散はなかったよ。だから、みんながっていうか、ファンが少なくとも思っている、事務所とタレントとファンのこの絆とか連帯とか仲間っていうのは、僕はほとんどジャニーズ事務所にはなかったと思いますよと。後でその話もちょろっと触れるかもしれんけど、ね、少なくとも失敗した後に、相談に、ね、したくなるような関係性を子供との間に親が築いているかどうか、そのことが大事なんだってここで言ってるわけだ。で、昨年、小学校3年生の長男が学校で License to Make Mistakes というものを作ってきました。どういったものかというと、私には間違える資格があり、間違いを修正して間違いから学ぶ資格があることを証明します。有効期限は無期限ですというフレーズが書かれた写真付きの運転免許証の形をしたカードでした。最高だね、これ。ね、子供には失敗する資格があり、それを親が奪ってはいけないと、私自身も深く学ぶことができた証明書だったのです。息子の License to Make Mistakes の有効期限が無期限であるように、子供だからではなく、親になっても間違えてもいいし、完璧でなくてもいいということを忘れてはいけませんと。ね、親というのは子供に対して言った言葉が間違っていたことを認められないところがあります。小さなプライドだよね。そういった状況が続くと、子供側が親の言葉に疑いを向けたり、今はあなたの意見は聞きたくないという態度を示すようになります。そして親はさらなる強力な圧力で自分を正当化したり、攻撃に出てしまうこともあります。しかし、親自身が自らの失敗や間違いを受け入れ、真摯に向き合う姿を子供たちが目にすることこそ大切なのではないかと私は感じています。私も間違えてしまったな、悪かったなと思った時には、ママの間違いだった、ごめんねと意識して、あっさり親の指示や態度が悪かったことなどを認めるようにしています。素晴らしいですね。本当かなと思うけど、素晴らしいですよ。A 子さんの相談に、話を少し戻しましょう。A 子さんの親御さんは、A 子さんのバウンダリーに勝手に入り込み、ね、A 子さんが辞めてと言っても辞めない関係性だとすると、関係を断つしかないと思われるかもしれません。確かに距離を置くこと自体は必要なこともあると思いますが、A 子さんが辛い思いをされているのは、どんなに親に対して苛立っても、根底に親を突き放すことができない愛があるからなのではないかと想像します。まあ、内田真央さんはそういうふうに想像してんのね。僕は違うと思いますけどね。人間の心というのは、怒りと愛といった相反するように思える強い感情を同時に感じることができます。これはとても素晴らしい能力ですが、すごく複雑なものですと。私も親と喧嘩することがあります。そんな時でもサザンオールスターズの真夏の果実が流れると、両親と車の中でこの曲を聴いていた小学校時代に気持ちがワープし、当時感じていた親への感謝の思いを抱いたりすることがあります。まあ、それはまあ仲良し親子だったんだねって僕は思うだけですよ。愛はなくならないけど、今は話すことすら耐えられないという、とても複雑な思いも親子関係にはよくあることで、白黒はっきりできない思いをどうしたらいいのかわからないと思うこともあるでしょう。感謝や愛とともに関係性の中の問題点を伝えられたら一番いいのですが、おそらく A 子さんは長い年月をかけて親御さんに伝える努力をしてきて、それでも分かってもらえない諦めに近い状況にいらっしゃるのではないかと予想します。辛い状況が続く場合は、一時離れ距離を置くことも必要かもしれません。また悪い状況が続いていると、永遠に変わらないだろうと諦めが先行してしまう親子関係も、タイミングごとに小さな変化は起きているものです。アップダウンもあるでしょうが、何かのきっかけで関係性が変わることもあるので、希望を持っていただけたらと思います。そうかな、僕はこの A 子さんのお母さんと A 子さんは別れた方がいいように思いますけどね。時には毒親という言葉が使われるような過干渉な親御さんと向き合っている方の中には、 DV のようなひどい暴力やギャーがあるわけ でもないし、自由な教育も受けさせてもらったし、人生の中で全てにおいて過干渉というわけでもないのに、こんな風に思う自分がおかしいのかもしれないと自己嫌悪に陥ってしまうこともあるでしょう。そんな親御さんとの関係を周囲にも深く話せず、答えが出ない、出せない迷路に迷い込んでいると感じられている方も多いと思います。でも、すべてがひどいわけではない親であっても、離れたい意見に寄り添えないと思うことにはしっかり理由があるわけで、そんな自分を責める必要はありません。この記事が気持ちを整理する材料になってくれればいいと願っています。また、A子さんの相談から多くの人が、親との関係、バウンダリーについて考える機会をもらえたということはとても大切なことだと思います。こういった思いをご両親が少しでも理解してくれる日が来ることを祈っています。僕はね、そんな日は来ないと思いますけどね。もどかしい思いや不安があっても、Life goes on、人生は前に進んでいくものですと。いろいろな、複雑な思いを抱えながらも、A子さんの人生自体は止まらない目の前の育児のタスクをこなすこと、お仕事や お友達との時間、季節の移り変わりとともに、空気の質や木々の変化など何も変わらないことの方が多いかもしれません。ですから今は、どうか息子さんとの日々を楽しんでくださいねと。で、親から子供への愛は無償と言います。でも、本当の無償の愛は小さい子供から親への愛だと私は感じています。だからこそ親として育っていく子供からの愛を、愛されて当たり前と甘えずに、ね、子供に対してしっかり一人の人間としてリスペクトを持った関係性を築けるように一緒に頑張っていきましょう。って内田真由さんは言うわけ。もう一回いい言葉だね、これ。ね。親として育っていく子供からの愛を、愛されて当たり前と甘えずにっていうのは、親に対してお前子供に甘えんなよって言ってるわけだよ。ね、子供に対してしっかり一人の人間としてリスペクトを持った関係性を築けるように一緒に頑張っていきましょうって言ってるわけだから、じゃあ松本人志さんもさ、ね、女性から今訴えるというか、女性はまあ週刊文春に告発し、ね、俺はそんなことしてねって松本人志さんが、ね、法廷で文春を訴えるって言ってるんだけど、おいおい松本君よと、ね、松本さんよと、で、あなたのやるべきことは法廷闘争そのものではなくて、ね、被害を受けたという女性とまず直接お話をすることでしょって。テレビに出るとか出ないとかの前に、自分は問題ないと思っていたけども、週刊文春に何人もさ、被害を受けたという女性が出てきたら、この女性たちとまずはお話をするっていうのが、普通の人間関係なんじゃないかな。裁判がどうの前、裁判は吉本が前やるって言ったけど、今は松本さんが、週刊文春に対して名誉毀損で訴えるって言ってるんだけど、おいおい、その前に、まず自分の心当たりのある、その女性たちと直接話をするっていうことがあってもいいんじゃないかなと僕は思います。で、会わなくても、今だったらオンラインでもいいよね。ズームでもいいですよ。ね、相手は目隠ししてもいいと思うよと。で、こういうことが嫌だったんだっていうことを受け止めてみてもいいんじゃないかな。だって、今は松本さんサイドが、被害女性の件について週刊文春を訴えるみたいな話になってるけど、週刊文春がちゃんと取材をして、これはもう、事実確認ができていて、記事にはね、自信を持っているって言ってるわけだから、こっち側の被害女性たちが集団訴訟で松本人志さんを訴えるってことすら起こりうるのよ。だからあんまりさ、泥沼化する前に、実際はね、僕はちゃんと、なんていうかな、自分はいいと思っていたんだけど、こっちの女性にとっては嫌だってことはあり得る話じゃん。それは。だから僕は両者がまず会って、お互いの納得いくところをまずやった方がいいんじゃない？裁判とかなんとかっていうよりもと、正直思うところがあります。で、僕はこういうね、ちょっとやっぱり松本さんの、一連のスキャンダルから僕らを一般人ね、それを見て、ただ芸能スキャンダルをね、面白がるんじゃなくてさ、さっき言ったような、ガスライティングって言葉をね、覚えるとかさ、ね、そういうちょっとしたさ、ことを、なんて言うんでしょうね。他人の振り見て我が振り直せだよね。自分ももしかしたらそういうね、愚かしいことをすでにやってしまってるかもしれないよね。特に僕は自分が男だから思うけれども、男よりも女の人の方がいろいろ細かい気遣いとかできるってことは、逆に言うと男は鈍感なんだよ。あまりにも鈍感だから、自分ではいいと思って、あるいは問題ないと思っていたとしても、女性から見たら、それは嫌だってことはあり得るわけだよね。で、それはどっちが悪いのって言ったら、やっぱり鈍感な僕ら男たちが悪いに決まってんじゃんと思う。正直。なんでかって言ったら、男性優遇社会だからだよ、日本はまだまだ。いろんなところでさ、男性優遇がされているんだって男たちが気がつかないとやばいよねって話なんだ。で、そうすると、そういうことがわからないままでいると、あらかじめ女性や子供に人権が認められているか、あるいは法的にも守られているかのように感じるでしょう。日本はリベラル社会であるかのように勘違いしかねないから、さっき言ったように、日本の子供は親の奴隷ですよ。民法上。法律がそうなってんだからさ。だからそういうね、ことが分かってないまま、ただ松本人志の下半身が老いたしてるだけの話っていうふうに話を矮小化しない方が僕はいいと思っています。松本人志が、なんていうかな、スキャンダルにまみれるっていうことがこれまでさ、そこまでのスキャンダルってなかったと思うけど、他人事にしてるといずれその無関心ぶりが自分のなんていうの方にブーメランで飛んでくるよって僕は思うわけですよ。ね。で、やっぱりね、なんていうかな、ちゃんと強いものと弱いもののバランスで、弱いものが結局は匿名のまま泣かされてしまうってことは、ジャニーズ問題もそうだったし、学校での、教師による児童への性虐だったり、四谷大塚で、女の女子児童が盗撮されまくっていたりとか、ね、電車内では痴漢にあったりとか、あるわけだけど、こういうことがもう、レアケースじゃなくて、毎日のように起きてて、子供たちは耐えてるんだって話を僕は毎度動画の中でしつこく言ってるけれども、気がつかない人も意外と多いのよ。自分が加害者である、もしくは自分が被害者であることすら気がついてないっていう人も、すごく多いんだ。なので、ちょっとね、自分の例については分かりづらいかもしれないけど、他の人の事例を見ると、あれ、私もそうかもしれない。自分の、家庭とか、会社とか、あるいは塾とか、あるいはなんかのサークルかもしれない。何か特定の、組織の中には、ある意味でね、自分が加害者もしくは被害者、にさせられているパワーバランスがあるんじゃないかっていうことをちょっと振り返ってほしくて、こんな記事をちょっと読んでみようと思う。クーリエジャポンね、小児性愛カルト教団で、育った女性が、普通ではなかった幼少期を振り返るっていうね、記事で1月8日のものです。児童への性虐で世間を震撼させたカルト教団、神の子供たちの共同体で生まれ、ね、教団の中で生まれ、15歳の時に脱出した女性、ベクシー・キャメロンさん38歳が、普通ではなかった幼少期を振り返ると。ね、このカルトの中で受けた洗脳、強いられた務め、親からの虐、こんな生活はおかしいとはっきり自覚して育ったわけではなかった。ただし、幸せな時間が長続きしないのは分かってた。姉の自転車の後ろに乗って、インドの埃っぽい田舎道を駆け抜けた時のことは今も忘れられない。あの時は幸せだった、自由だった。あれは純粋な記憶。言葉を慎重に選びながら、ベクシー・キャメロンはそう振り返る。私はカルトの子なんだと意識せずにいられたひとときなんです。キャメロンはそれを汚れのない思い出と呼ぶ。よく思い出すのは、南アフリカのヨハネスブルグで一コマのような記憶だ。4歳のキャメロンは、ビバリーおばちゃんと呼んでいた女性のベッドサイドのテーブルで、紙幣の山をいくつも見つけた。金とが結びついた瞬間だった。ベッドは神の見業がなされる場所だと、キャメロンは教えられて育った。あれはイエス・キリストに捧げるお金だと。ね、1年後、キャメロンはケープタウンで父親を武器は見つからないかと地面を掘っていた。8歳か9歳でロンドン北部のヘンドンに暮らしていたときは、ジョナサンおじさんに彼の息子と2人でベッドに寝かされ、見ているから服を脱げと言われた。何が起きているかは理解できなかったけれど、間違っていることなのは分かってた。だから走って逃げた。キャメロンは悪名高きカルト教団、神の子供たちの共同体で生まれた。全盛期には130国に1万人以上のメンバーを擁した同カルトは、キャメロンが経験と遠回しに表現する児童への性虐で世間を震撼させ、彼女自身も15歳で脱出するまでに様々な経験に見舞われた。神の子供たちは1968年、アメリカ・カリフォルニア州で自称預言者のデイビッド・バーグが設立。バーグはモーゼと呼ばれ、毎週ニュースレターを出して信者の生活を厳しく管理した。キャメロンにしてみれば、教団は純粋な気持ちと愛、世界の変革を求める60年代らしい野望から生まれたのだと信じたいだけなのね。信じてるわけじゃないんだ。信者は皆純粋な気持ちで入信し、後に一部が道を誤ったのだと彼女は考えている。これもうね、ジャニーズ事務所によく似てますね、構造がね。ファンの人たちは未だにジャニーズ事務所にマイナスイメージは抱いてない人が多いんだからね、実際に。でも今の私は、バーグを預言者ではなく、子供を毒牙にかける小児性愛の盗作者と見ています。そんな人間が率いるカルトには、子供に害をなしたい人間が群がるに決まってる。私は子供の頃から性的な光景や画像、幼児ポルノを見せられました。あんなものできることなら見たくはなかった。一体どうやってあれだけの数の信者を丸め込み、あんな環境で子供を育ててもいいと思わせたのか、本当に信じがたい話ですと。現在38歳のキャメロンは7月に出版した回顧録、カルトフォローリング、My Escape and Return to the Children of God で半生を振り返りつつ、カルト教団の現状を考察し、ドキュメンタリー映画も制作。回顧録は、テレビドラマ化が予定されている。自分と同じ境遇の子供の視点を理解しようと、キャメロンは全米を車で回り、10のカルト教団を取材した。回顧録は大胆なまでに自己憐憫を感じさせないと。ベクシー・キャメロンに、ほら、私かわいそうでしょうと言いたけな風情はみじんもない。彼女が求めるのは哀れみではない。回顧録とドキュメンタリーは何としてでも生きてやるという決意の証だと。ね、すごいよね。僕はだからそういう意味ではね、ジャニー喜多川の被害者の人たちがさ、ね、今年になってカウアン・オカモトさんの、言ってみればカミングアウトだよね。カミングアウトってちょっと違うな。まあ、被害告白に、勇気づけられて、次から次へと顔と名前出してもいいから被害を語るって人が出てきたよね。ファーストペンギンだったわけだよ、カウアン・オカモトさんが。やっぱりさ、そうやって、なんていうか、やっぱり違うよと。自分は被害者だから悪いことはしてないんだからっていうことで、勇気を持つ。で、その勇気を出した人に勇気づけられて、また新たに被害者が増えていく。っていうことはさ、ね、ジャニー、ジャニーズ問題の、ある意味革新的なことだよね。このカルト宗教と全くよく似てるよね。周りが全部見て見ぬふり、隠しまくるわけだよ。犯罪を。で、その隠しまくってることを平然とやってるから、ファンの人たちも、あんなことはなかったことだっていうふうに勘違いをするか、もしくは、辛い現実を見ようとしないんだよね。タレントも同じ、見て見ぬふりをして、辛い現実は見ようとしない。被害者と向き合うつもりもない。しかも、自分たちの、特に今のさ、スマイルアップっていう旧ジャニーズ事務所は、自分たちの、芸能活動がタレントにとってはさ、制限されてるわけでしょ？紅白に出れなかったりとか、スポンサー企業からコマーシャル出演を断られたりとかしてるわけだよね。当然その損害はタレント自体にあるわけじゃなくて、ジャニー喜多川にあるわけだ。つまり事務所側にあるわけだから、事務所側がその犯罪の事実を認めているんだから、タレントとファンが一体となって、タレントとファンが一緒になって、俺たちの芸能活動を阻んでいるのは、事務所が悪いことしたからでしょ。だから事務所から損害賠償請求の裁判やってもいいぐらいなわけ。スノーマンとかさ、セクゾとかさ、セクシーゾーン、ABCG とかさ、何でもいいよ、A グループでも。もうとにかく今、スマイルアップの所属の男性グループが全員集まって、スマイルアップに対して民事損害賠償請求裁判をやりますと、集団訴訟しますと。俺らは悪くないのに、お前なんと経営者側が悪いことしたと。ので、俺たちの、芸能活動が制限されるのは、俺たちのせいじゃなくて、事務所のせいなんだから、お前らなんていうか、賠償請求額よこせや、こらっていうふうに戦ってもいいはずなんだよ。で、それでもうジャニーズから金引っ張って、それを、実際に被害に遭った被害者の方々に、分配するってやれば、それはもうジャニーズのタレントすげえなと、英雄だなって話になるのに、ほとんど、全員ではないけど、ほとんどの今の、スマイルアップ所属のタレントは、被害者に向き合った発言をしてないよね。もうほとんどなんかちっちゃな子みたいにさ、グルーミングされてるからさ、事務所は悪くないというふうに本気で思い込んでるかもしれないわけよ。自分たちが芸能活動を狭められてるのに。だからさ、誰かが目を覚ましてあげないとまずいんじゃないのと僕は思いますけども、そのように自分の頭で考えない。自分の中で本当は奮い起こすべき勇気にも向き合わない。いいのであれば、残念だけれども、自ら崩壊していくだろうなと思います。ジャニーズも、ジャニーズタレントの人たちもですよ。やっぱりさ、ちゃんとその辺が分かってないと、なんていうのかな、ファンの人たちも、ファン同士で今、喧嘩し合ってるっていう記事までさ、出てるのよ。実は能登半島の地震のさ、募金箱をめぐって、旧ジャニーズファンが、大荒れっていう記事が日刊現代に載ってたりしますが、よくわかんないやっていう記事ですわ、正直。ファン同士が戦うべきことはさ、自分たちが推してるアイドルたちが、もしかしたらジャニー喜多川にやられちゃったかもしれないっていうわけだから、本当だったらジャニー喜多川、経営者側だよね。経営者側に対して、私の大事なタレントを、被害者にするようなことをしてきた会社に対して怒るっていうのが当たり前の筋道なのに、なぜかファンもグルーミングされてるのか、事務所に対して怒らない。怒らないどころか、募金箱をさ、置いたり、あるいはジャニーズ事務所自体が能登のさ、地震の被災者にお金を出したりするのおかしいと思わないわけ。だって彼らは何で稼いだんですか？タレントがさ、歌って踊って、そのためので利益を生んだわけだよね、スマイルアップは。で、しかも去年9月から何度も言ってるけど、1年間は、そのギャラを、今までだったら中抜きしてたわけだよ。旧ジャニーズ事務所っていうのは何十%か抜いてるわけだ。8割抜いてるかもしれないけど、そうやって、ギャラを抜かないで100% ギャラはそのまんまタレントには、本人に渡しますって去年の9月に記者会見で公言したのに、ってことはさ、結局残ったら企業の資産ジャニーズの資産としては、スマイルアップとしての資産は、全部補償のためにプールしとかなきゃいけないお金なのに、そのお金を、例えばカウントダウンの、生配信の、ネットでの生配信のその配信による利益って生まれたら、それをスマイルアップ側が義援金に全額ね、入れますって言ったわけ。おいおい、ちょっと待ってる。お前ね、ちょっと事務所に入った金じゃないじゃん、それ。だって 100% タレント、スノーマンがやったらスノーマンに入ってるはずだよね。だって 100% 中抜きしないで入れるっつってんだから。だとしたら、まあ、嵐は嵐で自分たちの名前で義援金を提出する。それは当たり前のことだよ。なのに、スマイルアップが、うちは5000万円出しましたとか、あるいはなんだ、生配信の、で得た利益を全額、義援金に回しますとか言ってるのはおかしいんだよ。それは、被害者への補償よりも、被災者への義援金に変わっちゃってるからだよ。まだ補償って終わってもいないよ。まあ、始まったばっかりだよ。最悪どのぐらいさ、になるかわからないんだよ。総額が。しかも、今の時点で900人以上が補償を求めていて、で、もし900人だとしても、全員の補償金が行き渡るまでに3、4年かかるのよ。今のペースでいくと。うん。で、なると、もうこれからもっと増えるわけよね。新たに、補償を求める人が。だから1000人は普通に突破するだろうと思うし、今すぐ待たなくても3、4年やってるうちに、もうなんていうかな、今まで本当に誰にも被害を言えなかったけれども、ようやく言えるようになってきたっていう人が5年先、10年先にドンと言うかもしれないわけよ、被害を。ようやく言えた。だから、それまでスマイルアップは補償会社として人件費を雇ってね、正社員を雇っとかなきゃいけないし、弁護士も雇っとかなきゃいけない。だからお金必要なわけさ、本来。ね、だから、タレント活動をタレントがやるんだったら、タレントに 100% お金を流すっていうふうに9月に言ったわけでしょ？違うんですか？それともまた税金逃れのために言ったんですかって話だよ。だから、僕は、能登のね、被災者の人たちももちろん大事だよ。大事だけど、それはタレント自身がもらった自分のお金でやればいいのであって、スマイルアップは補償専門会社として、ね、芸能ビジネスとしては廃業するって宣言したんだから、そこの金に手をつけて、義援金を出すのは間違ってると思います。ね、まあそういうことがね、まあジャニーズでは平気で行われていて、会計処理がタレントの金なのか、自分のたちの事務所の金なのか、曖昧なのよ。だこれも、パワーバランスが今曖昧化してるからだろうなと思ってる。というのはやっぱりもう芸能事業部門がなくなるわけだから、ね、次々とまあ退社していって、全員退社したら、退社したタレントが、ね、スタートエンターテインメントっていう新しい会社と契約をするか、あるいは一人でやるか、ニノみたいに、あるいは別のことをやるかって話なんで、だから基本的にはさ、タレント自身が自分の頭でさ、自分のこの後の身の振りを考えていかなきゃいけないわけだよ。ようやく大人になれるかもしれないわけだよ。大人になるっていうのはね、親だろうが誰だろうが、ね、自分のために自分を育ててくれた人を裏切ることからしか大人にはなれません。ね、なんでって思うかもしれないけど、女の子だったらすぐわかるよね。例えば高校生とか大学生ぐらいになって、ね、仲のいい何々ちゃんとはね、お泊まり旅行行くっつったら、あ、女の子だよね、そうだよって親に言うに決まってんじゃん。だけど、それは彼氏とのお泊まりに決まってんじゃんっていう風になるから、それがまさに、なんていうかな、自分になるためには、ね、親だろうが誰かを裏切らなきゃいけないってことよ。ね、よい子ちゃんとかさ、勝手な都合のいいイメージを、よい子でいてねとかさ、ね、可愛くていてねとかっていう周りの期待とかをリセットする。そして自分で自分を褒めてあげて自分を肯定するっていうのが大人になるってことなの。つまり自分らしく生きようと思えば何度も言うけれど、周りの期待を背負っちゃダメだっていうふうに気がつくことなんだよ。ってことが、ジャニーズの、まあ、今、スマイルアップのタレントたちは残念だけど、まだまだ子供なんだなと。幼いままでいさせられてるわけだよ。はいはい、何でもトラブルがあったら事務所がやってあげまちゅからねっていうふうにやってるから、自分の頭で考えられない。そのうち、どんどん中年男になっていくわけでしょ。それでファンが離れたりするわけだ。で、気がついたら、もっと俺のファンいたと思うのになぁと思うけど、意外といねえなっていうのが木村拓哉だったりするわけですよ。ね、YouTube 解説してみたけど、20万ちょいぐらいしか、登録者いなくて、あれって思ってるはずですよ。後輩の方がよっぽどチャンネルの登録者数多かったりするわけでさ。だからね、俺は思うんだ。本当に自分はファンにとって英雄的なね、本当にかっこいい生き方を見せてきたかってことですよ。ドラマや映画の中でかっこよくてもさ、実人生かっこ悪いもんだって。ものすごい数の被害者数を出しているジャニー喜多川事件の後で、ショーマストゴーオンっていうふうにね、インスタグラムに書いたのが木村拓哉って男だったのかっていうと、ものすごく失望したファンはいっぱいいると思うよ。だからそういうことだからさ、ね、松本人志も同じです。自分ではやってないつもりが、被害女性たちにとってみれば、もう十分に嫌だったってことがあるかもしれない。そこはね、裁判するしないの話ではなくて、まずは黙って否定しないで女性の話を聞くチャンスを持つのが、松本人志の人間としての心が試されてるということじゃないかなと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひね、お考えをコメント欄に書いてみてください。で、この動画が面白いと思ってもらえたら、いいねボタンを押したり、この動画の下にある共有ボタンを押して、Facebook で、ぜひ、議論のネタにしてください。というわけで、毎週金曜日夜9時から生配信もしてますので、チャンネル登録しておくと、チャット欄にも書き込みますので、お早めにチャンネル登録を。ということで、またね。